皆さんこんこにちは AOS イルのスーーです最強のチームを作る20のツアーに世界で最も簡単で効率的なインサークルマネジメントをご紹介します。今回は「セオリー12リアルタイムで指示が出せるかどうかがビジネスの勝敗を決める」についてお話ししたいと思います。ビジネスにおいてスピードは命です。 ほんのちょっとの判断や行動のタイミングの違いが、利益を生んだり、損失につながってしまったりすることはしばしばあります。つまり、上司が部下にスピーディーに指示を出せるかどうかが、時にはビジネスの勝敗を大きく左右するのです。電話やメールだと、スピーディーな対応はなかなか思うようにいきません。タイミングが悪いと、相手が電話に出られなかったり、メールに気づくのが遅くなったりするためです。 インサークルの場合、自分が入っているトークルームに書き込みがあると、ポップアップで通知が表示されるので、リアルタイムで指示を出したり、やり取りをしたりすることが可能です。実際、セオリー一で登場した営業部のトークルームでは、次のようなトークがされています。社員 A が、今から〇〇社に行ってきますとトークすると、リーダーが、それならついでに、 バツバツについて聞いてきてくれとトークしたり、社員 A がまるまる社への訪問が早く終わったので一旦会社に戻りますとトークするとリーダーがせっかくそこまで行ったならついでにバツバツ社も回ってこいとトークするといったやりとりです。こうしたついでの営業が新たな受注につながるケースも少なくないそうです。またこの事業部のトークルームでは。 社員 A が「今から〇〇社で製品のバツバツについて尋ねられましたどなたか情報をお願いします」とトークすると先輩社員の C が「了解バツバツというのはね」と返事をしてリアルタイムで情報を提供したりというやり取りが行われることも多いそうです。これも一対複数のチャットだからこそ可能なことでありその場ですぐに情報が得られるため 一旦持ち帰ってから返答するという時間のロスがなくなります仕事の内容やタイミングによってはたとえ同じオフィス内で働いていても口頭で指示を出したりやり取りをしたりするのが難しいことがありますそのような場合でもインサークルは非常に有効です AOS のグループ会社である AOS リアルテックではパソコンやスマートフォン携帯電話などの 壊れたデータを復旧させるサービスを行っています。十人いるデータ復旧の専門家の復旧コンサルタントが。コールセンターでお客様からの電話を受け。データの破損状態を確認しています。その上で、見積もり金額を提示し。受注に至るのですが。見積もり金額を承認する権限は。統括マネージャーにあります。以前は。各コンサルタントと。マネージャーとのやりとりは。 メールか口頭で行われていましたしかしマネージャーが席を外していたり他の電話に出ていたり承認を求めるメールに気が付かなかったりしたため受注のタイミングを逃してしまうことがしばしばありました。そこでインサークル導入を機に特急というトークルームを作り急いで承認が必要なものについてはどんどんそこへ書き込んでもらうようにしました。 ポップアッププア機能がついておりパソコンで利用することも可能なので見落としてしまう恐れもなく電話中ならパソコンで履歴中ならスマートフォンで確認することができますこれによって受注機会の損失は激減しインサークル導入前に比べて月間売七上パが170%もアップしましたまた各コンサルタントが受注した案件をタイムリーに共有できるようになったことから コンサルタント間で励まし合ったり競い合ったりする雰囲気が生まれ以前よりもチームとしての結束力が強まっているそうです以上がセオリー12リアルタイムで指示を出せるかどうかがビジネスの勝敗を決めるのご説明ですさらに詳しくはぜひ弊社ホームページをご参照ください